ちなみにあのソルカスチャレンジの解説もいただいていいですか。はい、ソルカスチャレンジの解説を一応するとナイフキルがうまく通ったら失敗になるんですね。はい、ソルカスはあのナイフキルを失敗してナイフというか後ろで倒す前に振り向いて倒されてしまったので、ね、はい、そうすると成功になります、はい、まあ、ナイフじゃなくてもね打ち、はい、流して打ち合った時点でまあ決まるんですが、さあ